最初のクライマックスは今年の女子のタイトルホルダーが勢ぞろい。コンディションが整った徳山の水面でヒロイン動きます。プレミアム G1 第8回クイーンズクライマックス、風はほぼ収まった水面上で12レース優勝戦を迎えます。少しピット離れしさはありましたが、どうやら枠なりで落ち着きそうです。断然の注目は1番の遠藤恵美。2年前は完全 V で初のティアラ、女王奪還へ受けて立つ1番遠藤1コース。2コースは初のクライマックスは3連続の6号艇から這い上がりました。今回は全て2号艇、この流れはついてる、乗ってる守屋。2コースへ、3コースには3番今井美也、初の大舞台、しかし短決戦やはり持っています。今井3コースのスロー、4コース角、初の G1 タイトルはここ徳山、あの時と同じ4号艇寺立へ、5年連続のファイナル今度こそ。5コースは香川元子、トライアル1番の圧勝劇、2度の6枠も乗り越え初のファイナル。初 V 目指して5番の香川5コース、6コース6番の大山千尋、昨年の最優秀新人が今年はさらに飛躍、一気に頂点。クライマックス優勝戦12レース、インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしました。コースタートは2、3コース0台前半踏み込んだ。1コースから1番の遠藤も少し伸び返す、逃げ展開1番遠藤、狙いすましての差しハンドル2番の守屋、真ん中バッター今井のまくり出し、突き抜けた、今井が突き抜けた、2手進リード、1番遠藤2番手争いという展開ですが、寺田が並んできた。スタートは前提正常、抜け出したのは3番今井美也、リードは2手進半。そして2番手争いは内から6番の大山もやってきた、これを外を回って4番寺田かましにかかるもやや流れた、2人が競り合った。内から1番遠藤差し返して2番手も先頭、大きく抜け出したのは3番今井、リードは4手進と広がって2周目。1番遠藤の後ろ、外からは4番寺田、内から6番の大山もやってきた。さあ大山が競りかける、これを1番遠藤振り切りますが、先頭との差は依然4手進ほど。3番手は差し返して4番寺田、その後ろ6番大山、4番寺田に交代で内から続く5番の香川、最後方に2番の守屋が追走。3番今井美也先頭、これから2周2枠の旋回、完全に離されてしまった1番遠藤。さあ2周2枠の旋回でも1番の今井がトップの座譲りません。3番手変わらず4番の寺田、これから最終周回へと移ります。1番渾身のハンドル、そしてスタートも踏み込んだ3番今井美也、リードはさらに広がって最後の1番へと向かいます。ついに初タイトルが見えてきました。3番今井美也、1番遠藤は惜しくもという展開、完全に万事休す。3番手4番の寺田、最後のバックストレッチへと移ります。 G1 デビューは地元レディースチャンピオン、苦い思いがありました。しかし今回初のクライマックス、見事に勝ち上がりまして、ついに初タイトル。3番今井美也、続く2番手1番遠藤、そして4番寺田は3番手まで、最後のホームステレッチ、優勝は3番今井美也、優勝五輪、1番遠藤五輪、4番寺田五輪、5番香川五輪、6番大山五輪、2番守屋五輪。